お疲れ様です。今日は負けは2024、10日目やってきます。というわけで、5500からの、開始ですね。で、デッキもいつもと同じって感じで、まあ、6000目指してね、はい、行きたいかな。で、まあ、最多が俺、6600とかだったんで、まあ、そろそろ、本当に気抜けないなというとこですね。で、まあ、カードはね、結構あるんですよ。で、ユニレベも上げたいんですけど、頑張ればメガナイトも14まで、なんかね、トークンとか、この辺使ってやれば、まあ持っていけんのかなってあるんですけども、金が、ゴールドがね、足りないっすね。なんでこの辺から、ゴールドがたくさん出てくれると、まあ美味しいんですけども、まあ一旦このままかな。ってことでやっていきます。さあ集中。で、このデッキの弱点は陸が薄いので、まあ本当ペッカとかメガナイトとか、そういうデッキだけはマジで気ぃつけないと持っていかれます。分かってはいるので、その弱点を。本当はね、ロケット押しとかを変えたいんですけど、変えるカードがない、持ってないっていうね、やっぱり。相手寝てんな。タワーレベル11。え？寝てんな。いやー、寝てないんですよね、基本はね。さあ、メガネて12。この辺になってくるともう12レベル結構安定してきたっすね。まあまあ、さすがにね、しっかり受けて、オルブレが一丁ちまちま削って逃げ切りたい。あれ寝てんな。いやこれラッキー勝利あるね。うん。いやーまあネクロもメガネとも12なんですよね。なんかもう12が当たり前になってくるとね、本当に怖いんだよね。で、新カークはね、最近スケルトンにしたので、落ちちゃった。進化スキが回るんですけど。いやー、美味しいな。勝ちましたね。さあ、ナイス。まあ、一勝一勝ね、コツコツやっていきましょう。で、まあ、3勝でね、ミステリーボックスね、はい、引けますんで、まあ、そこでゴールドって出んのかな？なんか、いつもちっぽけゴールドしか出ない。イメージがあるし、まずウルトラも出ないし、スーパーレアも出ないし、タワーレベル11だし、みたいなとこですよ。さあ、まずは、削る。アーチャー11ね。いや、これさ、ヤナメとか撃たない方がいいな。ゴブリンバレルくんな。このトロ隊の流行です。さあ、ゴブリンバレルと見せかけたファイヤーボール。うっと！いや、だるいね。正直。ずっとローリングウッドで守られて、ファイヤーボール削りをされてしまうと、ちょっと怖かったりもね。うわー！やばい！これでスパーキー6マジむずい。しかもロキコ咲いた。やば。いやー。マジで怖い。いや、おとなしく踏みます。本当にスパーキーとかね、事故っちゃうかんね。怖すぎるよね。さあ、まあカウンターで、一旦削らせてもらいまして、オッケーオッケーでかいね。やな、むっちゃおうかな。マジで。削り。スパーキーか。まあ、ウォールブレーカーで受けて、その後スケルトンで受けて、最終メガナイト踏みみたいなのが理想かな。落としちゃおうぜ。逃げ切らせてください。アイスイスね。一発？惜しい？やば。いや、エレジャイとかはね、やばいやばい。見ない見ない。怖すぎる。まあさすがに、ボム13がちょっと強いんだよね。守護神。いや、でけえ。エレジャイとか来んのか。いや、スパーキーもダリーな。なんか簡単にサンクラ折れなくなったな。やべ。うっ。怪しいな、マジ。これでヤナアメとか持たれてたらさ、普通に。ビビっちゃう。いやマジ普通に怖えんだけど。いやー、でかい。定位置よかったか。追ってくれ一発。いやー、これ最悪ゴブリンバレルあるとかないかな。でこれエリジェイあれさ、あれで守れなくなったの渋いね。
やばい、その竹なんで。ウォールブレイカー進化スキズ増殖が進化テスラ来た進化テスラな、おもろいな。いや、ウッドガールやらめって123なんだよね。いや、まあ勝つことはできそう、さすがに。けどなんかね、うい、一発入る。こういうエレジャイスパーキーか。全然なんだろうね、それこそエレジャイバルーンとか、まあ、ゴレスキャラとか、まあ、よくわかんないのも来ると思うんで。さあ、これで2勝。ウッドウルトラ熱い、フェニックス来い。え、フェニが欲しい。うわー、全然いらねえ。誰だよ、マジいらねえな。ダクネ使わないんですよね、さすがに。弱いだろ、ウィザードネクラが多いんで。さあ、これで、え、メグナイト2枚もらえる。え、2枚もらえる、やば。ちょ、金がゴールド不足がやばい。まあ7000、俺はでも行きたいんでね。まだまだ負けてられない、てか負けたら終わる。さあ、タワレビ10、ちょっと珍しい。ウィザード12。さあ、こんにちは。全盛期のリトルプリンスが良かったな。まあこれメガネと温存しとくか。雑に裂くとカウンターが怖いし、いや、まあ当たり前にレベル12なのちょっと嫌だな。14ですけどね俺は。いや、でかいよ、このからの、いや、ロケ法解雇してんのに地味に強えんだよな。いや、ヤマメも素敵、ネクロが強すぎる。で、ゴブリンバレル、まだ14なんで飛ばしどくか。サスケ部11、まあ11、12か。いやー、これ出すか。まあ不意に来るバルーンと陸だけね、集中すればあとはなんとかなるよね。これもメガナイトで踏んでカウンター行きたいね、終わらせに行こう。うっ、うちのロケコに触れんじゃないわよ。からのウォールブレイカーにコストを使わして、さあ、ゴブリンバレルがみたいな。これやばいな、やばい、攻めすぎちゃいました。やべ、まあ1本ぐらいくれてやるか。いや、禁忌するか、スケロケコで。せっかくなら余裕あるし。こんにちは。からのタワー前の逆サイの、タワーの1個前の逆サイかな、一番しやすい、ね。さあ、もう守ればいいでしょう。ふう、ちょっと一試合一試合あれね、余裕があってもカロリー使うね。ヒギバレルメガナイト進化スキックは防衛不可能どっかにウッド使ったら真ん中右左ね、どっかが行きます。さあ、ナイス。まあ本当にピンチな時はね、進化スキが救ってくれると信じてガンガン行こう。さあ、来た、ミステリーボックス。マジで本当にもう10何箱目、11箱目とか、1回も出たことないです、スーパーレア、ウルトラレア。どうなってんねん、頼みます。 20% で上がります、来い。いや、まだスーパーレアあります、言います。あ、もう終わってるわ。もうレアでも嬉しくないよ全然え、おいしい、ちょっと待って、え、めちゃめちゃ嬉しいんだけど、レアなのに。いやだ、もっと欲しかったよね、結局足んないかんね。ちょっとここで天才的なことを思いついちゃったんですけど、そのメガナイトをあと5枚で13にして、ワイルドカードを使ってね、ワイルドカードがここにいっぱいあるんですよ、ショップで買えるんで、ここでいっぱい買いまくってメガナイトを13にして、指南書を使って14にできるんですよ。そしたらワイルドカードが余るんで、これね、これでワイルドカード買って余るんで、余ったら割れるじゃないですか。で、割れてフェニックスを当てて、このフェニックスをロケット星に入れれば、まあ、空にも強くなるし、後ろからカード展開もできて、なんかよりデッキが安定して最強になるんですけどって思ったんですけども、金がねえわ、なんでやねん、ゴールドがねえんだ。まあ、マジで今ひらめいたんだけどな
ひらめいたんだけど、まずフェニックスが当たんなかったら意味がないっていうのと、いやでこういうのがな、まあ結局どのカードにしててもちょっときついか。いやまあまあまあ、これはねちょっと捨てです。もうゴブリン使ったみたいな感覚のね。スケブブラスター、まあいやこれキンキンじゃね。よし、えらっちょ待って、これキング落ちるとか本当にやめてほしいな。いやなんか冗談抜きでちょっとありそうやん。レベル高すぎ、目がないと。タワー10だからな、キングの許容普通に笑えないか。いやーまあまあまあ、ブラスターね。いやブラスター強えな、嫌すぎるんだよな。いや美味しいね。ウォールブレイカーが刺さんないんだよね俺の。いやーまあこのウォールブレイカーずっと余っちゃう。サスケ13強いんですけど、強いんですけどだな。さあメガネてくる、まあガーディアンで受けまして、飛んじゃうんだなそれ。これメガナイトからの、いやーまあバレルで普通に削れないかな。スケベ回ってなくない？どうですかい？おい、熱い。いやブラスター強えがメガナイトが最強すぎるか。いやーまあまあさすがにね、まだ負けないです。ここも最強メガナイトスケやっていい？守れるかい君は。よしんがすけ増殖は？増殖サボんないで。いや熱い、しっかりね。えらい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 えらすぎる。しかも13ラメだからなかなか死なない。育てといてよかった。スケで勝つから俺は。メガナイトとかゴブリンバレルは飾り、本体はシンカスケ。いやゴールド美味しい。しかも次これなんかの宝箱や、チャンピオンか。俺リトルプリンスだと2枚なんですよね。で13できるんですよ。まあゴールドねんすけど、13熱いな。ちょマジで溜まってんだよな。ゴールド不足さえ解消できればだいぶあったかい。うわーメガナイトね、まあいい、メガネ先出しちゃう。これもこれまだ2ヤード取られてるぐらいなんで、バルーンとか来るとちょっと焦っちゃうよね。いやーこれでトントンね。おおまあまあ、さあリトプリで早めに縛いて、俺のこのメガネと延命したいな。ロケコの拡散です。今日縛いてメガナイトが残ったら熱いね。バレルさ使いました。バレルさんやらめ。これメガナイトを残すバレルとかできないか。ちょっと遅かったな。いやーでもうい来た、強すぎるメガナイトバレル。いやーいいな、これだけで勝てるかな正直。いやーまあリトプリキング持っていってくれそうだな。これ無理でした。まず12メガナイトしかいねえな。みんなメガナイトなんだよ。うわインドラちょっとハゲるんだよね。インドラでもいいな最悪。いやインドラ微妙か、安定がしねえな。うんインドラ使うぐらいならロケット方式でいいな。フェニックスが欲しい。空にも陸にも強くて、死んだら陸受けもできるっていう、この明らかなぶっ壊れ性能のフェニックスが欲しい。まあリトルプリンスもね、その空にも攻撃できる、陸にも行ける、陸受けもできる3コストっていうぶっ壊れなんで、
さあ11、まあ11かしか来ないだし、来ないです。やば、イースピやば。タワー10だとさ、ちょっと怖くない？いやーでもこのオールブレーカー便利すぎるな。陸受け、いやまずちょっとまずいよな。30匹とか30匹とか想定してないかんな俺は。いやエリポン殴れゴブリン、いや強っ。てか相手レベル低ね、低すぎん？うまい30匹使い行きたくねこれ。いや見てんな。まあどう考えても30シーっすね。まあメガナイトで踏みながらタルババもあった一応。まあロケは強そう、延命してあげて。いやもうこうやって一本折れそうだな。おい一発しか入んないがバレルが入るし、進化助けさちょっといっちゃうのどう？なぜならヒースピもタルババも使った。びっくりしたアイスゴーレム出せ。ちょっと今までだったら絶対増えてたやん今の。いやーさすがに大丈夫だと思うんだけどなーこれ。怖っ、チュチュチュン。おお、いや固め出しはね救われた正直。ワンドッスンで滅びないかなあれ。いやすごっ、まあヒースピがあるからみたいな。えぐ泣くだろうなこんな。しかも多分バレルタルババで残るぞ。いや相手マジで低レベルで頑張ってる民だ、すごすぎる。なんだこのユニレベ。恐ろしいかちょっと。いや延命してあげて、できるだけロケット欲しいね。延命してあげて、いやマジ無限ロケット方針編来てんだこれからの。いやアイゴレでもさ俺のスケルトン解けないんだよね多分。やばい進化助け残したい、いく残ってるわ、来た増殖の。いやこの程度サイクル強いな。ロケット方針、ウォールブレーカー、ゴブリンバレル、スケルトン、多分場にリトルプリンスが出てるとそれだけで回るのかな。ロケ砲バレルウォールブレーカースケ、うん、まあ、てか別にそんな4枚もいらんか、1枚余るの。いやーちょっと怖いね枯渇ね、ウッドやめて。うわー普通にちょっとやばいか。ラムね、プリンやだな。でラムってことは、まあ、ウルトラレア多めかな。またふう、うわっ怖っ。まあこれウォールブレーカーユードあるんでいらね。いやいるかも。タワー10がヘボ。いやタワーレベル上げたくなるな本当に。ユッド使ったでけえ、結構入らん。いやなんか普通の枯渇だね、ラムがいるだけで。これ誘導しようや、右に連れてこよう。デリートプリに働かせる、よしよし。延命できそうじゃないからの、いやこれメガネでいっいい気がすんだよな。なぜなら陸を2枚咲いてるから普通はない、普通はないよね。でウッドを使うみたいな。いやでけえ、いい橋前目がないと。でバルキリーないんでこれ、ここの進化助けで事故れるんじゃね。よし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 確実にね、確実な一生マジ大事、本当に怖い。ユニレベが高かったらマジで怖い。さあ来た、チャンピオンが出る箱マジで。リトルプリンス最悪圧着、リトプリ、おい
ほんで。さあ、5700からね。ふぅ、タワレベ10。香港 MK。メガナイト使いかな。まあ、このトルタイでも、去年だったらもう、ホグしか当たんないぐらいホグだったんですよね。70% ホグ。20% 枯渇みたいな。てか、意外とまだそんなことないんだな。ゴールデンなこれで許してほしい。拡散13レベル。いけ。いや、でかい。今、ゴルナイ走った。ゴルナイスキルでも短くなったんで、走るかもね。おぶね。この事故とかで負けるもんね。いやー、さすがにもう一回は走れないだろ。からの、キング起動やめてほしいな。あー、オッケーオッケーオッケー。一発？まあ、雑に飛ばしながら、ゴルナイ、リトプリ、ラムライダー。うい、来たー、ネクロ13。すぐネクロ育てるんだから、みんな。え？両サイくんのめんどい。ロキホがやられたらね、終わるんだよね。いやー、まあさすがにね、MK がありますよと。なんか、ああいうババとかで負けるのが一番寒いもんな。それだけ。始まりババ13レベルが止まんなくて負けました。マジでやばいな。いやー、でけえ。やっぱ、タワーの竹取ってる時のゴブリンバレルって最強だよな。相手に呪文なかったら。このゴブリンバレルは14ですけど、別にレベル1だとしてもタワーを落とすことは可能じゃないですか。そう考えたらバレルって最強のポテンシャルではあるよね。いや、美味しいんじゃないこれ。増殖させちゃうよ、うちは。メガナイトに走ってほしいね。今走らないで、増殖が熱いのよ。いやー、気持ちいい。いいね。いや、ちょっと強いか。バレルプリン、バレルロケホ、進化スケオールブレーカー。ずっと俺のターンにできる。さあ、11。いや、ネクロ、今育ってたな、だいぶ。バッチがね。13ネクロだろうな。その顔してたよな。アイスピ10。まさかのホグ。いや、ネクロ絶対レベル高いぞ。うわ、 2.6 億あるかこれ。ネクロ入りウッド。うわ、ウッド持たれてんのね。ちょっとだるいんですよね、削りがね。ネクロが来んのかこれ。マスケが来んのか。いやー、ちょっと暇すぎるな。ロケホか。で、バルキリーか。あー、バルキリーっすね。バッチがバルキリーだったもん。今普通ならホグライダー。いやー、なんか、いや、ボムが13で強かったなー。いやー、さすがにキング起動は嫌だな。いや、ウッドを使わしてからのバレルなんですよね。ファイボーも嫌だ。でもクエイクだったな。いや、これ超強えぞ。うわ、でけえ。よし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 。まともに戦ったら、やっぱ攻めが通らないんでね、俺。今みたいに今、ウォールブレイカーにね、呪文を使わして、ぶっ刺しバレル。よしよし。まあまだこれが通じるとこですからね。諦めたかな？諦めてそう。諦めてなかった。飛べ！まあ、ホグがでもこっから増えそうな匂いがしますね。さあ、ウッド使わしての、さあ、このゴブリンバレル。進化ロケか。
進化も考えていかないといけないのか、これからでも。ちょっとめんどいよね。まあこんなんも確実にこっちを仕留めて。からの、なんでもや。さあ、ウッド使いました。そうなると、いや、お願い、スケ。スケ所詮スケなんだな。まあまあ。どっかが入りますよと。さあタワーレベは11ですよねと。トルネとかもねほんと少ないんで、バレル飛ばし得すぎる。キング起動されない、ラッキー。メガネと11、まあさすがにね置いてからいくか。ナイトナイトか。まあこれキング起動狙ってもいいけどな、さすがに怖いか。ですよね、でもそんな気がした。いやしかもこれタワー10だからちょっと危ねえんだよな。いやウッド使ったな、さすがに攻めとくか。いやーでけえ。いやなんか今みたいなメガナイトの確実に金起動していきたいね。負け筋な気がする。いやちょっとめんどいんだよな。いやーいいよ。まあちょっと拾うのもあり。いやしかもウッド使わせた。これが強いんだよね。よし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 。しかも14レベルだから落ちちゃうんです。落ちないんですね。いやーちょっと嫌なんだよなこれ。さっきから。頑張れるんじゃね。いやーバレル12。いやロケコ強いな。なんで解けない。いやーまあさすがに逃げ切れそうだな。いい増殖や。さあ5800到達。11ね。マジで11に俺あげたらすぐ12来るんだろうな。で13レベか。今多分タワーレベルがギリ低い方なのかな。これでユニレベは高いんですけど、集中して育ててるから他のカードは低いから、多分もう一個タワー上がると普通にカンストも出てくる気がする。ユニレベね。うわーペッカちょっとなんか俺去年ペッカに負けた気がすんな。今思い出したけどペッカに負けてないっけ。去年ペッカ工場に負けた気がすんな俺。陸がなくて。いやマジ怖いぞこれ。いやこれ延命しとくか。このリトプリに価値がある。ペッカスケキンね。いやマジ怖いの危ねえ。まあ、近畿できるわ。タワーの一個前の逆サイドね。いやーでけえキング起動これ。ヘルプ。いや近畿しちゃってんのもでも痛いな。やっぱロケット方式って鉄火目がないとね。事故マジで気をつけよう。親衛隊うわこれ進化親衛隊さ来るって考えたらだいぶやばいよな。行って行こう。トマトマ。いや待って親衛隊13か。意外と止まんねえな。いや意外とどころじゃねえ。ちょマジ止まんねえ。いやちょっとやべえし。いやマジでふぅ怖。集中。いやリコンゾンの逆サイ誘導かな。いやまあロケコリトプリいるんで、これ相手の呪文なんだったっけな。マジメガネで降ってくるかな。えいや降ってくるか。いやバレル刺さってる。でけえ。いやー本当に怖いんです。
クララをこんなビクビクしながらすることないもんな。まあボム置いとくか。いやロケコこう見るとマジ強えか。これこいつのおかげでなんとかなってんのかな。よし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 、ペッカメガナイトとかがね本当に弱点なんで、ううナイス。わあ 2.6 オグの匂いしかしないねこれ。しかもブラスターだ。絶対26やで。クロスだったらちょっとまずい。26です。いやーしかも今のファイボのスピードよ、早いね。やる匂いがしてます。いやーオールフレイカー進化でもねえのにケツから出しちゃった。リガーもねえのに持ってね。いやブラスターだるいな。俺もブラスターにしてとか言ってした瞬間にスケラとか来て終わるんだろうな。マツキ13、まあウッドファイボに対してまあオールブレイカーにねさっきみたいに呪文使わしてたよな。延命したい。拡散で仕留めれん。入れ替え。まあそうなるよね。いやこれガーディアンのスキル、これ大砲で守られたらマジででっか。いやでもファイブあんのか。いやファイブ使ったらやらめ打ちます。絶対1コス。いやでけえ。いやでかすぎる。積極的な攻めもねたまには大事になってくるね。進化スケまでいっちゃう。よいしょ。いやー相手もねやるしかないんだろうね。結構進化スケ、あなたは選ばれました。スケルトンドリームへ。おい、いいね。ブラスターが増えると、どうなんだろうな、ブラスター。このトロタイだと。絶妙にわかんないよ。さあ、ナイス、5850到達。ワイルドカード、普通にメガナイトに使って、シナンシャル。マジ、ゴールドだけだな。というわけで、今日はね、ちょっとここで終わろうかなと思います。マジ、相手のレベルもだいぶ仕上がってきたな。13レベル3枚一緒。俺も13レベル3枚に、まあ14がいるって形なんで、まあ、ちょいちょい低かったり高かったりか。いやー、やっと来ましたよ。こっからです。次回もね、お楽しみに。では、お疲れ様でした。またね。